皆様おはようございます。私マネックスアセットマネジメントの浜田と申します。本日はですねセミナーにご参加いただきありがとうございます。ここからはおまかせ資産運用サービスオンコンパスについてご紹介させていただきます。ではまず最初にですねオンコンパスについて簡単にご紹介させてください。オンコンパスはですね、人生の目標に合わせた自分だけの資産運用プランで運用できるお任せ資産運用サービスというふうになっております。積み立てはもちろんのこと、セカンドライフに合わせた引き出しながらの運用など、お客様のライフプランに合わせたですね、運用を行うことが可能となっております。始め方につきましては簡単で、オンライン上の質問にですね、皆様ご回答していただくことで、お客様にですね、最適な資産運用プランで運用をスタートすることが可能となっております。ここではですね、まずオンコンパスのNISAについてご紹介させていただければと思います。オンコンパスはですね、NISAがご利用いただけるお任せ資産運用サービスというふうになっております。NISAを活用していただきまして、人生100年時代に備えた資産運用プランでの運用が可能となっております。新規のお申し込みはもちろんのこと、積み立て、また現在ご契約中のお客様につきましては、追加投資について NISAの成長投資枠でのお申し込みが可能となっております。2点ご注意でございますが、NISAの積み立て投資枠はご利用いただけませんのでご注意ください。またお申し込みの際にはマネックス証券でのNISA口座の開設手続きが必要となっておりますのでご注意ください。ではオンコンパスの特徴について4つご紹介させていただきます。1つ目は運用は専門家にお任せ、2つ目リスク管理に徹した分散投資、3つ目あなただけの資産運用プラン、4つ目低水準の手数料となっております。それぞれの特徴について簡単にご紹介させていただきます。1つ目、運用は専門家にお任せになります。オンコンパスではプランを作成しますと、皆様に代わって我々が資産運用を実行いたします。例えば、マーケットの状況に応じてどんな投資をすればいいかのような投資判断ですとか、適切な資産配分を維持するための売買、そういったものは皆様に代わって我々の方で行わさせていただきます。2つ目、リスク管理に徹した分散投資。オンコンパスでは約80カ国4万銘柄に分散投資をしており、さまざまな地域や資産に分散投資をしております。運用のモデルにつきましては当社独自の運用モデルで、ポートフォリオの下振れリスクを最小化するような資産配分を維持しながら運用を行っております。でポイント3つ目、あなただけの資産運用プラン。皆様の質問にご回答いただくだけで我々が最適な運用プランをご提案させていただきます。実際のご提案画面では、預金との比較ですとか、そのプランの実現可能性、そういったものもお出しさせていただきますので、投資にあまり慣れてないよといったようなお客様でも、無理なくプランが作れるようなサービスとなっております。4つ目、低水準の手数料となっておりますが、オンコンパスの手数料につきましては、残高に対して年率 0.9775% 程度となっており、お申し込みやプランの変更に関わる費用は一切不要となっております。オンコンパスの運用状況でございますが、こちらご契約いただいているお客様の 99.9% がプラスとなっております。こちらのグラフになりますが、3月末時点のデータとなっておりますが、15% 評価益があるお客様は 72.78% というふうになっておりますので、良好なパフォーマンスを上げていることがわかるかと思います。では最後にオンコンパスの始め方についてご説明させていただきます。マネックス証券のにログインしていただきまして、メニューの中におまかせ運用といったところがございますので、下にスクロールしていただきまして、オンコンパスを始めるを選択していただきますと、オンコンパススタートできるようとなっております。またご不明点ございましたら、会場内にブースもございますので、ぜひご質問していただければというふうに思っております。私からオンコンパスのご説明は以上とさせていただきます。ご視聴のほどありがとうございました。